板垣大輔の祖父、犬井信武の墓、犬井信武は、土佐藩馬回り役、家禄三百国。板垣大輔の祖父、土佐の貴人として知られる。安永七年、高知城下中島町の廃領屋敷にて、土佐藩市唐武衛門生、僧の長男として誕生。母は、林東左衛門かつあまれの女、忌名は信武、妖名は、梶郎。ろ字は、 サコ兵衛と称し、後小衛門と改めた。天命6年2月15日、藩主、山内豊かよに総領おめみへ仰せつけられる。完成9年12月6日、お引け仕方、御用をもて、御家中、町方とも、非用人番を仰せつけられる。文化2年12月18日、防府生、僧の後目無双位下し置かれる文化3年8月28日、 お使いーを賜る。富士宮大名人の宮が建立される際、寄付金を差し出した件について、文化5年6月4日、土佐藩主、山内豊卿がご満足におぼしめしされ、親しく、ご奉仕を賜る。文化7年2月25日薬料銀7枚を制、使わされ、江戸詰めの勤務を仰せつけられ、文化7年7月3日江戸の判定にて即居した。享年33。 犬井上信武の墓、板垣大助の祖母、犬井上信武妻の墓、ありがとうございます。